今回は怪我からの復帰戦で苦戦となっています3番の木田、今日も短期での戦いです。レースは打昇周回向かいました。さあ6番車田村武が上昇です。6番田村、長いライン形成、混成ラインが上昇仕掛け、ジャン前にコーナーからバック、6番車田村武前に上がってきて5番車中野ですが、番手飛びつくか。3番手から2番手インコース上がってきました。5番車中野、ジャンの2センターから4コーナー、9番の坂本が今度は仕掛けていきます。中段回りから9番車坂本、4コーナー抜けて勢いよく駆け上がってくる9番坂本が前を叩き切りました。9番坂本前を叩いて2番手粘る6番の田村、その外1番の若原遅れまして現在3番手、6番の田村が2番手取り切るか。1番若原再度踏み上げて6番田村3番手に交代しています。9番坂本先頭、続く1番若原、外側から5番中野を突っ込んで直線コース、9番の坂本先頭、9番車先頭から1番車伸びてくるんですが、わずかに9番坂本。1番7番最強勢はどこから上がるか、揺さぶりをかけるか。6番の関谷が8番手より上昇、合わせて1番永井が発進していきます。レースジャン周回に入りまして1コーナーカーブ、前に立っていきます1番永井です。その最強勢追いまして西の2人、6番関谷と3番小谷に叩いてくるか。2コーナー抜け出して6番の関谷てっぺい上がります、前に上がって抑えます。さあ8番片山がこれを追ってくるが、インコース救って1番長屋、落車です。1番8番落車、6番関谷先行体制変わらずですが、しかし落車がありました。6番3番西野先行、7番柴田、3番手大きく車間が開いています。9番の辻は現在5番手後ろになりまして、まくってこれるか、一本もの状態。さあ9番車辻が後方からのまくり、3コーナー通過です。逃げる6番の関谷押し切れるか、番手絶好いは3番の小谷直線、3番手迫る7番の柴田、6番車わずかに押し切ったか。4番広田と1番藤田、九州勢の後ろから東日本勢が上昇していきます。合わせ4番の広田も発進していくが、5番車藤原俊太郎を前に抜け出したところ、6番車門馬が抑えていって、これで中段に5番の藤原下がりました。6番の門馬拓馬先頭位置で東日本勢前に立っています。さあ今度は4番広田ジュリーが上がってきますが、1番藤田が離れた。4番広田は短期の仕掛けとなってしまって4番手に入り込みます。その後5番の藤原が追っている。残り1周迎えて今度は中段から5番の藤原俊太郎が仕掛けます。まくりで応戦しました5番車藤原、うわ落車です。5番車9番車落車、6番車門馬先頭、3番の遠藤が番手ブロックからインコース潜る、7番の三宅2番手並走状態で外側、8番曽我部が4番手から突っ込む直線です。6番門馬が逃げる、外側から8番車突っ込む、しかし6番車門馬の押し切り。4番相良、今日も抑えてくるのか。さあその4番の相良が上昇開始です。レースは打昇周回に入りました。難関勢先陣を切ります。4番相良、続く6番増田、8番の岡崎、難関勢がまず仕掛けて、その難関勢に乗って3番の小林が中段まで上がって2番勝才下げて7番手です。前後入れ替わりまして縦に長くなりました。ジャンを迎えての3コーナー、3番小林が中段4番手、一車身車間が空いています。4番相良の先行体制、4コーナーカーブです。さあ2番の葛西は車間が開いて7番手回り、まくっていけるかどうか、一本もの体制崩れず1センター通過です。さあ先に3番車小林がまくってきます。先まくり3番小林のまくりは2番手アウトコース、6番増田の牽制を突破して前に迫ります。3番小林のまくり、中段からのまくりが前段捉えて9番の鈴木が追っていきます。3番9番1番、ここで8番手回りから6番の山口が上昇を開始します。赤番見える4コーナー通過。さあ6番山口が上がってきました。6番9番福島勢前に上がってきまして、
これを少し嫌う動きは1番の菊池です。菊池が突っ張る体勢を見せまして、それでも6番山口抑え込もうとしています。2コーナー通過で6番の山口が前に立ちますが、9番の鈴木まで続いて1番菊池は下がりました。そこを2番の中川間隙について叩きます。じゃあ激しくなって4コーナーカーブ入れ替わり激しくなって、最終的には2番の中川が主導権を取っています。3番の南部が外側追い上げて、現在は4番手アウトコース。これに合わせて6番の山口が踏み込んでいきます。3番手からまくる6番の山口、逃げる2番中川、続く8番白崎、まくる6番の山口は2番手で止まりました。交代です。1番の菊池がその外を上がっています。2センターから4コーナー、2番の中川先頭、1番菊池がまくりきりました。1番2番1番9番中近勢の後ろから7番小林が上昇を開始していきます。ここは長さを生かしての先行策か、7番小林が前に上がってきます。レース残周回1コーナーカーブ、7番2番8番関東勢、まずは中近に蓋をしていきまして1センターカーブ、3番松岡が中段から前に持ち出して、ジャン前2コーナー通り過ぎるところ、7番小林が抑えて先頭へ。関東勢抑え先行、3番松岡引いて4番手、外上がってくる1番中井、1番中井が前に接近中、4コーナー通過、9番有が離れた。1番中井が強引にここは前を叩きましたが、9番の有が離れて5番手、7番の小林2番手回りまして、続く2番台8番の山下、関東3社が1番中井を追いかけて、その外から6番の森川追い上げるんですが、2番台のブロックにあっています。2センターカーブ、1番中井リードを広げて、2番手回りを7番小林、2番台が刺して1番車ゴールイン、1番2番8番昨日は番手に敵が入る先行となってしまい、好展開つかめず。さあ今日は後方から抑えていこうというところで、9番星名が上がってきます。レース雀周回に入りまして、北野先生乗っていきます。6番馬場、3番久米は下がりまして、現在は中段位置4番手、1センター過ぎ6番馬場和弘踏み込んでいって、雀前2コーナー先頭に立ちました。関東勢先頭、9番の星名が4番手に引いて、今度は3番久米が仕掛ける。ジャンのなる2センターから4コーナーカーブです。6番馬場突っ張る体勢ですが、3番車久米が叩いていきます。力で叩く3番の久米、7番の岡倉、続く4番の植木、粘る6番馬場は現在3番手、そして前段争いを9番車星名チャルがまくっていきます。まくりに転じて9番車星名、前段をきれいに捉えました。9番星名まくり切って、続く2番河津、さらに5番の藤田まで続きました。北日本3名で切って、直線は9番車の仕切り、9番2番5番。中段待機4番の荻原、まずは中段に構えて様子を伺おうという格好です。8番野口が7番手より上昇、赤番見えるところ、7番の高山が依然先頭です。8番野口が後方から中段まで上がってきました。一方の4番荻原は7番手に置かれる展開から内をスーッと上がってきます。4番の荻原、さあ荻原なんですが、現在3番手から2番手まで上がってきました。7番加賀山の後ろ、インコース4番荻原が上がってきています。これをさせじと3番の松坂打ち締めて抵抗、4コーナー通過です。7番加賀山の先行体制となっていますが、3番手以降もつれまして、2番手確保は3番松坂、番手死守、3番手をさばき取った4番の荻原です。1番の小野が4番手、そして後方前から8番野口がまくっていって、3番手アウトコースまで、3コーナーから2センター、逃げる逃げる7番加賀山、番手絶好位は3番松坂で直線コース、7番加賀山逃げる、3番車追い込んでくれ、最後捉えたか。こちらはまくり通り込みの両脚室、4番の佐藤が中段に構えていまして、後方回り9番の高久保雄介が発進していきます。レースは残り800を通過、後方から前に上がる9番高久保、これをスルー、5番の伊藤は下がりました。4番の佐藤正春が今度は外側駆け上がってきて先頭に気抜けます。9番高久保4番手中段確保、一方の5番伊藤は7番手、置かれる体勢になりまして一本棒ジャンを迎えます。3コーナーから2センター、
さあ5番下伊藤追い上げ開始です。これを少し外に振るような感じから9番の坂久保、それを突破して5番の伊藤勇樹、4番の佐藤も叩いていきます。残り周の1コーナーカーブ、5番の伊藤が一気に前に抜けて番手1番近藤、3番手おー落車です。6番車2番車落車、4番の佐藤がさばいて3番手、続く7番の中田、8番の谷続く、3、4コーナー中間です。5番車伊藤がぐいぐい逃げて車間を切って1番近藤追い込めかけて直線コース、1番車近藤が抜け出してきました。内側粘る5番の伊藤、難関ラインが先頭、3名ラインが前段布陣していまして、後ろ攻めから3番タチが上がっていきます。揺さぶりをかけていこうというところ、まずは自在の3番のタチが動きました。そのリバトチ勢の流れに乗りまして5番車佐々木と2番の五日市東北勢も上がります。レースは打掌周回1センターカーブ、4番夏目、1番長いライン形成難関勢を抑え込む形を作ったリバトチ、3番のタチが前をかけてジャンが鳴ってきました。さあ4番の夏目はスーッと引いて7番手まで下がりました。ジャンが徐々に激しくなってきます。2センターから4コーナー、4番夏目後ろに持ち出して、そして上昇開始、4コーナー抜けていきます。先行体制は3番タチとなっているが、4番の夏目が前に上がっていきます。4番夏目が叩きに行く、突っ張る3番タチ、両者先行争いを4番夏目が制していく。続く8番の鈴木、難関2車抜けている。5番の佐々木が外持ち出してまくってくる。3番手から2番手、3、4コーナー中間です。8番の鈴木が外に振っていく。5番佐々木止まった、直線コース。4番夏目先頭、4番車夏目先頭、押し切りました。2番五日市が外迫りました。7番の工藤が後方回り、外に少し持ち出して、赤番見える4コーナーカーブで工藤上昇開始。レースはジャン周回、残り2周になりまして、後方から出てきた西日本勢、合わせて3番の東口3番手から出ていきまして、まずは前を伺ってきます。さあ2番の原田、原田は突っ張る動き見せて2コーナー通過。2番原田依然先頭、ジャンが鳴ってきました。さあ3番手外のコースを7番の工藤、インコース3番東口、7番工藤外に振られました。2番原田今日は先行策で残りは1周迎えます。2番原田先行、続く5番の堤、2番5番徳島勢できています。後を追って続いていくのは3番の東口、さらに4番の志村まくりになるか。一本棒縦に長い展開です。さあ2番の原田が逃げて3コーナー突入です。あとは5番の堤、ここは絶好ポジションで差し切りになるか。3番の東口外追い込んで直線コース、2番の原田先頭、原田先頭押し切った。あとは4番5番2着は横並び。